ああ、皆さんどうよしチェッカユナチャージンです。やはり争いは避けられないんですね。剣と針の扱いって通じるところが。実は射撃よりも。話は後で。守らなきゃいけない人がいるんです。情報戦はすでに始まっています。獲物はどれですね。おもちゃで遊ぶのもここまで。ケージを得ました。怪我人はおとなしくしていなさい。気をつけなさい。この海流は全然の運命が継がれんこと。You guys think you're worth my full strength? Oh, I'm here. お、話は後で。手心は加えません。私からの情報には随分がこうも顔に出るのは感心しませんね。どうか私の忠告をお聞き入れください。ああ、皆さん逃げるな。目の前の敵に集中しなさいな。オーケー。全員片付けるのが一番。針の糸を通すように。話は後で。命を裁断できると言うんですか。この切っ先があなたの心臓に滑る。全員片付けるのが一番効率的だな。どうぞ続けて。ケージを得ました。どうかご自慢を熟し果てに至るまで。急に相手側の弱、あなた方の動きは全て手に取るように分かります。あなた方の動きは全て手に取るように分かります。情報戦はすでに始まる。弾が本当はこんなことしたくないんだけどな。露天山の上にすがるのこと。血と骨、塵となれ。オーケー。ちょっくら武器を調整して悲鳴を上げる時間を作ってやる。話は後で。守らなきゃいけない。針の糸を通すように。命を裁断できるという。針の糸を通すように。話は後で。守らなきゃ。命を裁断できると言うんですか。お話は後で。ご自慢熟知。ちょっくら武器を調整して悲鳴を上げる時間を作ってやるからな。刀と炎切り裂く。命を裁断できると言うんです。手心は加えません。皆様、手心は加えません。手心。ちょっくら武器を調整して悲鳴を上げる時間を作ってやるからな。気をつけなさい。この海流は脆弱な命を飲み込みます。風物が精神を洗い清め。命を裁断できると言うんですか。針の糸を通すように。話は後で。守らなきゃいけない。手心は加えない。命を裁断できると言うんです。命を裁断できると言うんですか。せ、話は後で。守らなきゃいけない人が。命を裁断できると言うんですか。Mission accomplished.